おはようございます。今日は北海道稚内からのスタートです。昨日は礼文島に行ってて、でフェリーで稚内帰ってきたんですけど、今日は稚内から札幌の方まで走っていこうと思います。今日は結構気温も高いし天気もいいんでね、今日もいいドライブ日和になりそうですね。さてホテルの前に鹿がいるんですけど、鹿の多い稚内気をつけていきましょう。今日は久しぶりにベッドに乗ります。よし出発。今日の朝はね、ちょうど同じ駐車場に泊まってた、なんか福岡から来たシビック乗りの方とお話をしてました。視聴者の方だったみたいでね、まあ、同じ一人旅っていうこともあって2時間ぐらいお話をしてました。一人旅同士だと結構話が盛り上がるんですよね。っていうことがあって、今日は朝の10時からスタートです。稚内から札幌を目指していきます。で今日はね、せっかく稚内にいるんで、この近くにある稚内公園っていうところをね、まずそこに行ってみようと思います。ちょっと高台にあるところで稚内の景色を見れるんじゃないかなということで、そこに行ってみましょう。稚内公園までの道のりはかなり急な上り坂です。もうガツンと標高を上げていくんですけど、損かわし稚内の街の風景がよく見えるという、そんな道になってます。で上にはキャンプ場もあってね、本当にいいところなんだよね。風景も見えるしキャンプも楽しめるということで、稚内のおすすめスポットですね。よし一番上の駐車場に到着です。よいしょ。ここが記念館になっているんですけど、ここからの風景がね素晴らしいんだよね。よし到着。上の方だからちょっと風は強いけど、いい風景だ。バイク乗りの方もね、風景を満喫してるみたいですね。気持ちのいい朝だぜね。まあ、こんな風にあそこからのいい風景が見れるっぽい。文芸の小道って読むのかな。こっから風景を見てみよう。夜来ても綺麗なのかもしれん。おお、こっからね稚内の街がよく見えるんだな。これが稚内の街で、あの辺が稚内ドームだね。稚内防波堤ドームで、あの先が宗谷岬かな。稚内から宗谷岬まで全部見えます。いい景色です。海と街の景色がいいね。絵になるね。それじゃあ今日も行こうか。頼むぜ Z。 いやー今日は朝からね、稚内のいい景色見れたね。いいね、こういう朝の始まり方もなかなか素敵ではないでしょうか。高いところからね、自分がこういた町を見下ろして、この町に別れを告げるというね。こっからも下る時もね、すごい景色がいいんだな。これがね、いい場所です。すごいさ、上り坂だからもう海に、ほんと海に向かっていくような感じがいいよね。そして宗谷岬が遠くに見えるっていうのも、これまたいい感じだよな。ちょっとこの街を出ていくのが名残惜しくなるような、それほどまでにいい風景だ。で、今ね朝の10時半なんですけど、今日はまだご飯食べてないんで、これからご飯を食べに行きます。この近くにあるノシャップ岬っていうところがあるんですけど、その辺はね海鮮系のお店が要件あるんで、その辺で食べようかなと思ってます。よし、これを右折、ノシャップ岬まであと 300m。 この辺に海鮮系のお店があるというわけですね。この左手だったかな、漁師の店っていうのがあるんだけどね、あそこ行ってみようかな。結構お客さん来てるかな。お店の駐車場もいっぱいだったんでね、ノシャップ岬に車を止めて今歩いて行ってます。
でこの辺は本当に海鮮系のお店があるんですよね。いくら丼とかウニ丼とかね、そういうのやってるお店がちらほらあります。こちらはカラフト食堂さん、ここも気になりますね。無敵の生ウニ丼っていう素晴らしいネーミングのウニ丼があるみたい。こちらもね、有名なお店です。で、僕が今回行くのはあちらにある漁師の店っていうところですね。ここの漁師の店は今はちょっとわかんないですけど、昔はね、2階がライダーハウス的なところになってて、僕が自転車で北海道を走ってた時に2階で泊めてもらったことがあって、まあそういう縁があってね、今日はこちらでいただきます。このポスター欲しいな。どっかないかなこれ。はい、今注文してきました。ちょっとね、今いっぱいなんでちょっと待つ感じですね。こっちで注文して、で、こっちで食べるっていう感じですね。今2階のライダーハウスはね、コロナ禍以降はやってないらしいですね。メニューはこんな感じ。いろんな海鮮メニューがありますが、今回注文したのはこちらのウニ丼。美味しそうですね。漁師の店でも人気なメニューの一つですね。そして次に焼き物のホタテです。ホタテの貝ひももついてくるので、いろんな食感味わえますね。そしてホタテの刺身、大粒なホタテで見るからにうまそうですね。これを今回相席で一緒になった方と一緒に食べてました。いろんな話をねしながら食べるご飯、とても美味しいです。ウニは有名だけど、ここまで淡泊して客に出してくる、ここないよ。確かないよ。大体2000円台で食えるってことが不思議だもん。カツ丼とかさ、親子丼に比べたら縦には決まってるけど、ウニって考えたらね、高いって感じはしないですよね。あれ、なんていう名前で YouTube やってるの？カタカナで、タカーピってやったら見たことある。見たことある、冗談だけど見たことある。いや、これ嘘じゃない。Z。 あ、そうそうそう、 Z。 いや、嘘じゃないでしょ。Z でしょ。そうそう、漁師の店で出会いました。あ、まさかこんなビッグ YouTuber に会うとは思いませんでした。まあ、嬉しいです。ありがとうございます。はい、はい、じゃあごきげんよう。はい、ごきげんよう。じゃあね。こういう旅先での出会いっていうのもなかなかいいですよね。その後、ノシャップ岬の近くにあるお土産屋さんに行ったんですが、ここでは旬のバフンウニが売っていました。炊きたてのご飯の上に乗ってても美味しそうですね。それと豆の親戚もいました。ラベンダー柄かな、なんかね、可愛い柄の豆によく似たやつもいましたね。はい、ということで漁師の店で美味しいウニ丼とかホタテ食べてきました。マジでうまいです。マジでおすすめのお店です。ほんまにね、ほんまうまかったからね。で、漁師の店で相席になった方といろいろお話をしてたんですけどね、バイク乗りの人と、今回は車で北海道に来られた方とね、お話をしてたんですけど、僕が話していたお兄さんはね、なんか、今年の春になんか奥さんが亡くなったそうで、まあ、去年とかね、奥さんと一緒にこう北海道来て、で奥さん後ろにバイクの後ろ乗せていろんなとこを巡ったりとかしてたらしいんですが、今回は昇進旅行で一人でね、その奥さんと回った思い出の場所を走ってたそうです。で、その場所に行ったらもう涙が出てしょうがねっつっておっしゃってました。まあ、そういうこともあるんだなと思いながらね、お話を聞いてたんですけど、でもね、きっとその奥さんもね、その場所場所にね、きっといると思うんでね、見守ってくれてると思うんでね、また北海道ね、いい旅になったらいいなと思いましたね。はい、そんな出会いがありました。で、さっきノシャップ岬行ってたんですけど、そこではね、今朝稚内の駐車場でおしゃべりしてたシビック乗りの方がちょうどまたいたんで、またお話をしてました。
で今多分ね後ろ走ってますねちょうどあの行き先が同じなもんでね、まあ、こういうこともあるんですよね。旅っていうのはいろんな出会いがありますけどね、どれもいいものですね。さあご飯も食べたんでね、今日は札幌へ向かうぞと意気込んでいますので南下していきます。もうしばらくオロロンラインとかね、風車が回るようなまっすぐな道を走っていきます。稚内を抜けて道道106号線に入りました。ガードレールとか電柱とかそういったものがない、本当に開放的な道で、北海道を訪れる人にもすごい人気のある道路ですね。この道は手塩の辺まで続いています。結構な長い直線道路です、バイクも気持ちよさそうに走ってますけど、僕たちも気持ちよさそうに走ってます。今は僕の Z と後ろのね視聴者の方のシビックと2台でランデブーです別にそうやって決めたわけじゃないけど、まあなんとなくそんな感じでランデブーしてますね。いいね。なんかねもう旅もほんと終盤になってきているせいなのか、うわー綺麗だっていうよりかは綺麗だなーみたいな、ちょっとしんみりしてきた自分もいるんですけどね。それだけまあ北海道の道を走るのが楽しくて好きで、そして名残惜しさを感じているこの頃ですね。何度訪れてもね北海道の道は最高ですね。この辺がもうど真っすぐな道やね、もう先が見えないほどのど真っすぐなストレートね。明日のように先は見えませんけど、進んでいったらきっと分かります、道は続いてますね。行く人もいれば来る人もいます。旅です旅だ。はい、ちょっとシビックの方とね泊まって休憩してたんですけど、ちょっと雨が降ってきちゃってね、風も強いんで早々に走っていくことになりました。で、この先の手塩の町のセイコーマートでまた泊まって休憩しましょうって話をしてたんでね、まあ今一緒に走ってます。もうもはやこうツーリングですね、一緒に走ってます。こういうのもいいよね。お、セイコーマート発見、あそこに寄るぞと。思いがけずランデブー思いがけずツーリング面白いな、こういうのっていいよな。なんか突然の出会い、なんていうんかな、偶発的な出会いね、予期しない出会いそういうのってね面白い。たまたまっていうのはねすごく面白いなって思うよね。アイスコーヒーにしてみました。うまい、うまいですか。美味しいです。美味しいです。シートのことです。おすすめです。これを車を見ながら飲むのは至福のひとときですね。コンビニで休憩中です。僕が雨が降った後は虫汚れが落としやすいですよって言ったら、今早速ですね実践されてます。どうですか。いい感じですか。いやきっとよく落ちると思いますよ。休憩もできたんでまたしていきますかね。シビック乗りの方はルモイのあたりまで一緒に走ることになりました。走っていきましょう。視聴者の方に僕の GoPro を渡して後ろから Z を撮ってもらいました。 Z はね後ろから見るとこんな風に丸っこい感じで可愛いらしいんですけど、本当はもっといかつくしたいんですよね。こんな感じでルモイの方まで100キロぐらい一緒に走りました。途中の道の駅によってここで解散っていうことになりました。クマ、こう気をつけてください。ありがとうございます。さあ、長いこと一緒に走ってた視聴者の方ともここでお別れですね。ありがとうございました。お気をつけて。
今日は旭川まで行くそうなんですけど、まあ、夜になる前には着けるかな。本当に楽しい時間ありがとうございました。ありがとうございます。またどこかで良い旅を。いやー、シビックもいい車ですね。車中泊もしやすそうだったし、燃費も23キロぐらいいくって言ってました。北海道でね、いろんな思い出ができたと思うんですけど、その1ページになれたんじゃないかなと思いますね。さあ、僕はここでちょっと休憩して、でそっからまた走り出していきます。しばらく休みます。はい、シビック乗りの方とお別れしてから2、3時間休憩したでしょうか。今夜の8時です。だいぶすっきりしましたけどね。休憩を終えてまた走り出していきます。道の駅小平新番屋からリスタートです。よっしゃ、行くぜ、レッツゴー。しっかり寝てしっかり走る、それが俺のポリシー。行こう、なぜと。ちょっと札幌まで行けるか怪しくなってきたけど、今日は行けるとこまで行こうね。相変わらず雨は降り続いています。今留萌の町に来ました。先ほど札幌までの標識があったんですけど、札幌まであと134キロだそうです。もうちょっとというには少し強がりかな。もうしばらくありますけどね。引き続き夜を走っていきます。まっすぐかな、まっすぐだね。国道231号線、留萌の街を抜けていきます。この夜の街の雰囲気とかすごい好きなんだよね。よし、行くぞ。 Z 札幌の街を目指そうぜ。夜をかけていきます。町に着きました。右前方はあの札幌のテレビ塔なんですけどね、もう暗くなってますね。真夜中に札幌到着です。で、今日はね、久しぶりにネットカフェに泊まります。函館ぶりですかね、本当に。で、明日はゆっくり休んで、明後日以降ですね、明後日に、まあ、小樽からフェリーに乗って京都舞鶴に戻る予定です。本当にだからもう北海道最終日に近いものがありますね。今日はちょっといろんな思いを胸にね、思い出に浸りながらちょっとお酒を飲んで寝ようと思います。いやー、結構回ってきましたね。札幌の夜です。かっこ深夜着きました。快活クラブです。山岡屋な、隣にあるから晩ご飯はラーメンにしようかな。よし、快活クラブ来た。お疲れ様でした。てことで、今日の晩ご飯は山岡屋で小ライスとラーメンを注文して食べることにしました。最近ラーメンライスっていうのを覚えてしまったので、こういうがっつり系のラーメンを食べるときはついついライスも注文してしまいます。この山岡屋の太麺とね、あと豚骨のパンチの効いた味、これうまいですよね。で、山岡屋って結構24時間営業しているお店も多いから、僕は深夜に行くことが多いんですけど、そんな深夜にね、食べるラーメンライス、これはうまいんですよね。うん、本当に美味しいですね。危険なうまさがありました。
はい、でその後快活クラブに戻ってシビック海苔の方にいただいた柿の種とあと塩レモンサワー、こちらはサロマ湖でキャンプをしていた時に、突然訪れてきた視聴者の方にねいただいたお土産なんですけど、これで今日は乾杯します。綺麗な青色ですね。はい、今日は稚内からはるばる札幌まで走ってきたのでこういう日の酒は特にうまい。札幌に乾杯。しかし柿の種とお酒がよく似合ってますね視聴者の方もね僕に似合いそうなものをくれるんで、まあね本当にありがたい限りですね。この柿の種はなんか新潟あたりで買ったそうなんですけど、そのね柿の種を本当にいただきありがとうございます。もうねお酒飲んでも瞳孔がかなり開いてますね美味しいんでしょうね。で今日は稚内から札幌まで走ってきましたけど、明日はこの辺で動画を編集して、そしてその翌日は北海道に新しくできたエスコンフィールドっていうあの球場がありますよね、そこに行ってプロ野球を観戦しに行こうかなと思っています。はい、まあねそろそろ北海道から旅立つ時が来たので最後にちょっとエスコンフィールド行って野球を楽しもうかなっていうところですね。ということで今日はおやすみなさい。でその翌日なんですけど、恵庭の道の駅で少し視聴者の方と交流する機会がありました。 Z 乗りの方とねカムリに乗ってる方とあとビートルに乗ってね、視聴者の方が来てくれました。この黄色いビートルの方はね以前白い GTR でお会いしたことがあります。それとカムリの方は前回北海道に来た時に襟裳岬で出会ったカムリの方ですね。そしてその後もねアクアノリの方と出会ったりしていろいろお話をしましたね。はい、こんな風にねいろんな出会いもありました。はい、視聴者の方がねたくさん来てくれて嬉しかったですね。そしてその翌日かなエスコンフィールドに行くためにまた道の駅によって休憩していたんですけど、その時あの黄色い FD 乗りの方が声をかけてくれて、で僕のお願いでねちょっと横に乗せてほしいって言ってね、あの横に乗せてもらったシーンがあるのでそちらをお送りします。わーい、憧れの FD だ。ではお願いします。すげえ、これはすごい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 、おうわーすごいな。やっぱチューナーさんがやっぱいいです。あ、組んでくれる人がやっぱりロータリーのプロフェッショナルなので、すごい。逆にお会いできたら嬉しかった。わーすーげーありがとうございましたありがとうございます。かっこいい、すごいな本当に。気合いの入った FD 乗りと出会いました。すげえなーすげえなー本当にいろんな人が見てくれてるな。ありがとうございます。頑張ります。